ゆったり流れる島時間が心地よいくつろぎの旅へ。鹿児島県徳之島町は2021年7月に世界自然遺産に登録された徳之島にあり、冬でも温暖な気候と珍しい動植物が見られる南国情緒あふれる町。そんな徳之島町をゆるりと散策。金岬ソテツトンネルは徳之島で多く見られる植物ソテツが300年以上の長い年月をかけてアーチを作り上げたそうです。手つかずの大自然がすごく気持ちよかった。生命力いただきました。ありがとうございましたトンネルを抜けて金岬展望台へ。太平洋と東シナ海を同時に見渡せる大パノラマが広がります。さらに岬の先端への道を抜けると、展望台とはまた違った絶景に出会えます。心地よい風に包まれて、本当に時間を忘れさせてくれるような、そんな場所だなと。大自然を満喫した後はカフェお花でのんびりとランチをいただきます。名物はじっくり焼き上げたローストチキン。ハーブの香りがしっかりついていて、ものすごく美味しいですね。食後にはテラスに出て徳之島産島バナナジュースでほっと一息。美味しい。徳之島の自然の恵みは伝統文化にも息づいています。島の海で採れる夜光貝を使った工芸品は美しい光沢を放つ名品。工房開催ではアクセサリーを作ることができます。綺麗になれ、綺麗になれ。いいんじゃないですか。良き、はい、綺麗。すごく光る。自分で作ると本当世界で一つだけのものになるのね。旅の締めくくりは徳之島ブルーと呼ばれる青い海に白い砂浜が映えるアゼプリンスビーチ。徳之島がこのままでいてほしいなって思うのと同時に、すごく素敵な場所なので、たくさんの方に来ていただきたいなっていうことを感じました。